ブラッド・レッド・シューズは、イングランド・ブライトン出身のウルタナティブ・ロック・デュオ。2004年、結成。ローラ・メアリー・カーター・スティーブン・アンセル・カーターとアンセルは、それぞれ別のバンドで活動していたが、それらが解散した後にジャムセッションを経て2004年末に、ブラッド・レッド・シューズを結成。バンド名は、1930年代のミュージカル女優、ジンジャー・ロジャースが、 トーシューズを地染めにしながら努力したという逸話から2007年に V にレコードと契約同年6月にそれまでのシングルを集めたコンピレーションアルバム I'll Be Your Eyes をリリース NME New Music Tour 2007に参加2008年のブレイク予測トップ10リストにも選出されるなどイギリスでは期待の新人として大きな注目を浴びた2008年4月 デビューアルバム、ボックス・オブ・シークレッツをリリース。2010年3月、セカンドアルバム、ファイアー、ライク・ディスをリリース。2012年3月、サードアルバム、イン・タイム・ツー・ボイセズをリリース。2014年3月、セルフタイトルとなるホースアルバム、ブラッド・レッド・シューズを、自身のレーベルである、ジャズ・ライフ・レコーズよりリリース。ありがとうございます。